この辺良さそうだなよしちょっとサムネサムネがあれだなちょっと待ってなんかいいサムネないかなうん <laughs> 全然ポケモンユナイトじゃないもんなこれでいっかあ変更できん まあ、しないか <laughs> これまだ読んでいいのかなじゃあヨハネによる福音書の12章44節イエスは大声で言われた私を信じる者は私を信じるのではなく私を使わされた方を信じるのであり,あり また私を見る者は私を使わされた方を見るのである私は光としてこの世に来たそれは私を信じる者が闇の内にとどまらないようになるためであるたとえ私の言うことを聞いてそれを守らない人があっても私はその人を裁かない私が来たのはこの世を裁くためではなくこの世を救うためである私を捨てて私の言葉を受け入れない人には その人を裁くものがある。私の語ったその言葉が終わりの日にその人を裁くであろう。私は自分から語ったのではなく、私を使わされた父ご自身が私の言うべきこと、語るべきことをお命じになったのである。私はこの命令が永遠の命であることを知っている。それゆえに、私が語っていることは、私の父が私に恩せになったことをそのまま語っているのである。 ぎ越しの祭りの前にイエスはこの世を去って父の身元を行くべき自分の時が来たことを知り世にいる自分の者たちを愛して彼らを最後まで愛し通された夕食の時悪魔はすでにシモンのイス,イ,ステイスカリオテイスカリオテイスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうとする思いを入れていたがイエスは父のすべてのものを自分の手にお与えになった また、自分は神から出てきて、神に帰ろうとしていることを思い、夕食の席から立ち上がって、上着を脱ぎ、手拭いを取って腰に巻き、それから水をたらいに入れて、弟子たちの足を洗い、腰に巻いた手拭いで吹き始められた。こうして、シモン・ペテラの番になった。すると、彼はイエスに、主よ、あなたが私の足をお洗いになったのですかと言った。イエスは彼に答えて言われた。 私のしていることは、今あなたにはわからないが、後でわかるようになるだろう。ペテロはイエスに言った。私の足を決して洗わないでください。イエスは彼に答えられた。もし私があなたの足を洗わないなら、あなたは私と何,と関わり何の関わりもなくなる。シモン、ペテロはイエスに言った。しお、では足だけではなく、どうぞ、手も頭も。 イエスは彼に言われた。すでに体を洗った者は足のほかは洗う必要がない。全身がきれいなのだから。あなた方はきれいなのだ。しかし、みんながそうなのではない。イエスは自分を裏切る者を知っておられた。それで、みんながきれいなのではない。と言われたのである。こうして彼らの足を洗ってから上着をつけ、再び席に戻って彼らに言われた。私があなた方。 あ私があなた方にしたことがわかるかあなた方を私は教師または主と呼んでいるそういうのは正しい私はその通りであるしかし主でありまた教師である私があなた方の足を洗ったからにはあなた方もまた互いに足を洗い合うべきである私があなた方にした通りにあなた方にもするように私は手本を示したのだ よくあなた方に言っておく島辺はその主人に勝るものではなく使わされたものは使わしたものに勝るものではないもしこれらのことが分かってきてそれを行うのならあなた方は幸いであるあなた方が全部のものについてこう言っているのではない私は自身自分が選んだ人たちを知っているしかし私のパンを食べているものが私に向かってそのかかとを上げた とある聖書は成就されなければならないそのことがまた起こらない今のうちにあなた方に言っておくいよいよことが起こった時私がそれであることをあなた方に信じるためであるよくよくあなた方に言っておく私が使わすものを受け入れるものは私が受け入れるのである私を受け入れるものは私を使わされた方を受け入れるので,受け入れるのである <laughs>